フルギア語国文、フルギア語は古代の小アジア中部にいたフルギア人が使ったインドヨーロッパ語族の言語で死語である。フェニキア文字に由来しギリシア文字に似た文字で書かれた碑文が多数残されている。まだ意味不明のものも多いが一部は意味が明らかにされている。フルギア語には紀元前800年頃から使われた古フルギア語と数百年を隔てた紀元前後から 紀元後6世紀頃まで使われた新フルギア語の二つがある。古フルギア語はさらに地理的に数種類の方言に分けられる。フルギア語はさて、無語群に属すとされる。ギリシア語やアルメニア語と似た性質も見られるが、特に近いとは言えない。古代の歴史家や神話によれば、フルギアはトラキアあるいはアルメニアと深いつながりがあるという。フルギア人は、 トラキアから小アジアに移住したというマケドニアの言い伝えがヘロドトスの歴史に見える。またアルメニアは元来フルギアの植民地で同じ民族と考えられていたとも書かれている。しかし現在フルギア語についてわかっている点は少なく、トラキア語に至ってはさらに記録が乏しいため、トラキア語やアルメニア語との関係は明らかでない。フルギア人については、 ミダス王などの神話伝承にも登場するが、最初の歴史文献はホーメロスによるものとされる。アフロディテ参加の中でアフロディテは、フルギア王女のふりをして、トロイア王子に言いより、あなたの言葉はよくわかると言っており、フルギアとトロイアの言語は似ていたとも考えられるが、トロイア語については現在何も知られていない。フルギア語は、典型的な陰謀を求められ、名詞等は、核、性、 数によって変化し、動詞は、時制、体、法、認証と数によって活用した。しかし全ての変化系の分かっている単語はない。かなりの数の単語が明らかにされており、推定される因語を祖語に遡るものも多いが、意味や正確な読み方についてはまだ意見が一致しないものが多い。古ギア語の有名な単語には、パンを意味するベコスがあり、歴史の中に出てくる。 エジプトのファラオが世界で一番古い言語を知りたいと思い、二人の子供を言葉を教えずに育てさせた。彼らがパンを欲しがって最初に発した言葉はベコスであり、ファラオはフルギア語がエジプト語よりも古い言語だという結論を下したという。ベコスという単語は古フルギア語碑文で実際に知られており、英語の句パンを焼くと同語源とされる。その他パイに遡る。 ご異例としては、ベーズ、水、ブレイター、兄弟などといったものがある。ありがとうございます。